はい、スイカゲームのことをもう頭から消えてた人、グッドボタンお願いします。オカリンです。いやもうね、ダブルスイカ、なんならトリプルスイカも当たり前になってきたこの頃ですけれども、なぜまた帰ってきたんかと、なんでお前またスイカゲームやんねん、もう興味ないわとね、いう人多いと思うんですけど、皆さんこちら見てくださいよ。はい、スイカゲームアップデート来ましたよ。多分ね、スイカの見た目も違うから、ほら見て、なんかラグビーボールみたいな形になってんのよちょっと楕円形になってない？やからね、じゃスイカ作っていこうかなっていうことで、もうさすがにね、私もなんだかんだそのダブルスイカ、トリプルスイカの動画腐るほど見てきましたよね。なのでもうそんな沼ることなくいけると、はい、思うわけですよ。だからこの作り方っていうのも、こうね、こう左の方になんかこう寄せて、ちっちゃいのね、で右の方にでっかいのを残してみたいな、そういう作り方がいいと思うね。で真ん中にパイナップル、そう、真ん中にパイナップルを私作りたいんで、なるべく真ん中に寄せていくな。はい、でここ牡蠣なんな。でそここうつけ、あ、つかへんのか、つかへんねったらこう無理やりつけていくやろ。オッケーオッケーオッケー。でそこぶどう待ちで、ここをとりあえずぶどうにする。でここ牡蠣と一緒につなげてってやっていくねんけど、はい、いや皆さんね、クリスマスどうします？今日は23日ですか、この動画が上がる頃にはね。サンタさん頼む人も、はたまたサンタさんになる人もいるかもしれないですね。はい、まあ私もこの YouTube やって何年ですか、7年ぐらい経ちますけど、まあ当時高校生中学生だった人がね、やっぱりそろそろ大人になって成長していくわけですよ。いや、すごいと思いませんか？ 7 年ですよ。7年やったら小学校0からマックスいきますよ。本当にその間皆さん何してました？なんか説教始まりそうやな。やめとこうか。で、こうしてこうしてこうやろ。ほら、完璧や。ほら、完璧。で、左の方になんかもう、やばそうなやついるけど。なんかもうやばいことになってきてますね、これ。とりあえず一発目でね、なんとかいいとこまで行きたいんやけど、あの柿が死んでしまったな。あの柿が死んでしまっている。そのさくらんぼもあまり意味はなし。いやー、まあ1回目なんでね、適当にやっていきますか。なんか左にゴミ固めるとか言うてたけど、なんやこの汚い盤面は。まあ皆さんクリスマスやから、そんなつっけんつっけんせんと。気楽に行きましょうや。ね。気楽にしていい子にしてれば、きっとサンタさんも振り向いてくれるはずだよって。振り向いてくれるねー。はーい。さくらんぼ行きまーす。さくらんぼ爆撃。ドカーン。で、これこうするやろ。あーっと、ここかきくっつけたいね。はい、パイナップル来たー。で、これ真ん中にパイナップルをやっときたいから、真ん中にパイナップルやっときたいからね。絶対そこ動くなよ。絶対そこ動くなよ。動いたらしばくぞ。お前じっとしとけや。でもなんかさ、今までの普通のスイカゲームの BGM 恋しいことない？なんかな。なんかちょっといつもの BGM 恋しなるよな。これまずいな。こうしてこうして、でここ柿と柿いこうか。うん、はい、いちごで、あー、ならないのね。今日も一筋縄じゃいかないってよ。ほい、でこポン、でこポン、ダメ。はい、うわー、何それ、新しい、かわいいかわいくないけど、ああ、なにそれ、いいじゃん。クリスマスってこと関係ない？なんでそんなことになるのかな。ほら、もう意味わかんない。意味わかんない、そんなことになる。すごくない？逆に芸術なんですけど、これ。置いたらどうなんのこれ、もう。ほら。意味わかんない、もう。なんでそんなことになってんだろう。ほら。ほら、こう一気に行くよ、一気に行くよ。で、
あー、イチゴ来ちゃったか。ギャンブル失敗したね。私ギャンブル弱いんですよね。こっち入れとこっかな。で、ブドウ待ちだね、これは。あ、ブドウ来たね。となると、ここでこうくっつけて。何そのデコポン、意味がわからない。あ、でも1234だ、ほら見て1234。これつまりどういうことかっていうと、クリスマスってことだよね。デカブツ左に左にやっていた方がいいわっていうことに気づいたよね。はい、やっぱセオリーってそうなんだよね。うん、セオリー通りにやんないと。みんなもあれよ、もうすぐ社会人になる人、言われてもないことをね、お前その言わなくてもわかるだろうっつって言ってくる上司がいると思う。言わねえとわかんねえんだよって言ってやれな。なんで言って言われたことしかやんねえんだよって言ってくるやつがいると思う。それでいいんだよ。いや俺さ、あのいとことかいいひんねんやんか。せやから年末年始にそういう家族みんなでね、大勢で集まるってことがないのよ。で、俺お年玉あげたいねやん。もうなあ、あげたことないから、もろ手ばっかりやからな。で、どうやったらお年玉あげれんねやろうってこう考えとって、まあこれね、スーパー行ったらポチ袋あるやん。まあ、ちいかなポチ袋俺買ったってんけど、3枚入り100円のやつな。で、それ年始にコンビニで働いてる青年に、はい、お年玉っつってあげたろかなって考えてんねんけど、どう思う？めっちゃ嬉しない？働いてて急に年玉くれたらめっちゃ嬉しない？で、その人だけにあげたら絶対なんか文句言われそうやから。でも年末年始で3人ぐらいかな、働いてんの。そう、大体3人ぐらいと思うから、3粒ぐらい持って行って、1つにつき1000円入れてお年玉っつって、みんなが幸せやろ。それどう思う？俺今計画してんねんけど、絶対おもろいやろ。はい、ぶどうなる。わあ、これどうしよう。柿左やっとこっかな。みんなは最高年玉いくらもうたことある？100万以上もろたーって人いる？あー、いいんじゃない。で、そこ間埋める。いやー、でもイチゴがちょっと邪魔してんだよなー。うん、イチゴがちょっと邪魔だ。ここ、こうしてうまいこと桃にしてみたいな。いやー、ダメか。あー、こうなってったらもうめんどくさなってくんねんな、これ。うまいこといかんと、ほんまにほんまにめんどくさくなるから、こういうのな。なんでそこもう絶対くっつくやんっていうやつがくっつかへんとめっちゃイラッとするからダメなんだよなこのゲーム。ほんとに人の逆鱗を魚でするのがうまいゲームだことだ。よいしょ、よし、パイナップルきた。こうなると逆だった逆鱗もツヤツヤの毛並みに戻るわけよ。あとはそこのリンゴをなんとかして救わないとダメだな。はいはい、まずいまずいまずい。あんま下行くと やばいよ。あんま下行くとまずい。はい、入るかな。入るな。 OK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 。 でとりあえず右はリンゴ多いな。リンゴ多すぎやしませんかい。こうして、うん、まず右側からなしにしていこっか。で、こうして、いやー、そこくっつかへんのか。なし、厄介だね。で、ここのチェリーとかがすごい邪魔やから片付けていきたいんやけど、片付く気がしないですね。おお、何、変に爆発してもうた。やられたね。それ入るかな。入れや。よし、うん、ぶどうは一旦こっちで。そこのチェリー救わせてくれ。お前重いんやろ。いや、違う、うーん、違うんだよな。そういう入り方をしてほしかったわけじゃない、わけじゃないんだよ。で、あ、
おお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 でーうわあとカキ来たら来るんちゃうこれちょカキ来て来た行きますよあれあ違うわあももに来やあもう疲れてるわ俺ごめんもう疲れてるわ絶対行った思ったもん今うわーなんか喋ってない時に限ってさこういうクソ綺麗なことになるだろ本当に何も考えてない時に限ってこんな綺麗なんだから意味がわからないぜ人生ってでとりあえずこれ左埋めていかないとうん左埋めていかないとメロンさん右に上がってこようとするんでこれ押し付けますお前絶対上に上がらせないぞと出る杭打つぞという意思表明をしていくでここら辺も多分ねもう考えずに行った方がなんだかんだうまくいくそんな気がしているここもこういこうかポンポンポンとテンポよく僕ならできるぞできるぞと暗示をかけていくかけていくはいはいかけていくあーかけていくはいでこっちもなし作って早急に桃にしていくはいまずいまずいのでここでこうすくうするとそのリンゴが死にます違うそっちじゃないあーっとリンゴが完全に死んだリンゴが完全に死んだぞー何やってんだーういもういらんこれはいらないものはバッサリ切り捨てるでデカブツはちょっとこうやってまばらに置いていってもいいのかもしれないなどと考えてみたりはい柿はなんだかんだほっといてもくっつくからねこいつらは勝手にくっつくんだよなはいここでこうオッケーそうそうよし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 でこうイチゴが邪魔イチゴが邪魔だな救えないのか彼はまだ救えるのか救える命があるなら救っていくリンゴが邪魔をしていく素晴らしいリンゴですはいもう喋るまでもないですねここまで一瞬で来ることができました、あとはこのパイナップル野郎を右に押しやれば完了なんですけど、ここから私喋り始めるのでおそらく失敗することでしょう非常に腹立たしいですが転がりはしないと転がりはしない転がりそうで転がらない転がりそうで転がらないはいここにチェリーが入ったことによりパイナップルは俺の意に反し転がり始めることでしょうさあ終焉のロンドが近づいてきましたさあここからまた失敗するまでが見どころですよほらやんのかやれるもんならやってみうらうらもう一個パイナップル作ったらええんやろって見てろパイナップルの1個や2個ぐらいパワーッと作ったろわうらうらうらもそっちだやろなんでそっちやねんさあさあもう1個リンゴを作れば再び俺の勝利が見えてくる意味がわからないびっくりした何やねんそれダブルメロンになっちゃったこれは今世紀一美しいこんな盤面を見たことがあるか
なんならこのまま一気に上から一気にメロンまで行ってまいそうな、そんな予感をしているのだが、あーっとそれはちょっと違う気がするな俺。あーっとそれはいい気がするな。急に一気に来たけど、俺が喋ったからか、俺が喋ったからなんか崩れちまったのか、その今までのあれが。ここからがむずいんだよな。あ、でもメロンが左下に行ってくれるのは好都合、好都合ではないか。オッケー、チェリーナイス。あー、右で作ったよかった、しくったな。あー、もうちょい行って戻ろう、やらしてほしい、行って戻る。はい、オッケー。あー、まずい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 、くんなってパイナップル。さあこの形はちょっとまずくね、終わってるかもしんねえな。どうなんこれ。なんかこれありそうな予感するな、ありそうな予感するぞ。とりあえずここで梨作って、リンゴ作って、あーっとこれはあれもう来た、えいえい、うっざ。いけ、押せ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 、もう寝かせてくれ。深夜2時半やねんこれほんま、うれ、えー、